こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回はサウザンドアイのエンタープライズエージェントとクラウドエージェントで実施可能なテストをいくつか紹介します。エンタープライズエージェントとクラウドエージェントでは大きく分けてルーティング、ネットワーク、DNS、ウェブ、ボイスの 5種類のレイヤーのテストが実施可能です。今回はこの中のネットワークレイヤーの Agent to Server Test、DNS レイヤーの DNS Server Test、Web レイヤーの HTTP Server Test の3種類のテストを紹介します。ネットワークレイヤーの エージェント2サーバーテストでは、特定の FQDN や IP アドレスに対して、レイヤー3の ICMP、またはレイヤー4の TCP パケットを送信し、パケットロスや遅延などを測定します。また、同時に ICMP や TCP を使用したトレースルートを実施し、 エージェントからサーバーまでの通信経路の可視化も可能です。DNS レイヤーの DNS サーバーテストでは、特定の DNS サーバーに対して名前解決を実施し、DNS サーバーの応答時間などを測定可能です。また、同時に、 DNS サーバーに対してネットワークレイヤーのエージェント o s ー r ー e r t e を実施しパケットロスなどの測定や通信経路の可視化なども可能です Web レイヤーの HTTP サーバーテストでは特定の Web サーバーに対して HTTP または HTTPS の通信を実施し、ウェブサーバーの応答時間などを測定可能です。また、同時にウェブサーバーに対して、ネットワークレイヤーのエージェント to サーバーテストを実施し、パケットロスなどの測定や通信経路の可視化なども可能です。 では実際にテストを設定し、どのような情報が確認できるかデモで見てみます。テストの作成はクラウドエンタープライズエージェンツテストセッティングステストから可能です。今回はまずはじめにネットワークレイヤーの エージェントトゥーサーバーテストを作成してみます。Add new テストをクリックし、レイヤーにネットワーク、テストタイプにエージェントトゥーサーバーを指定します。ターゲットにはテスト対象のサーバーの FQDN や IP アドレスを指定します。プロトコルには ICMP、 または TCP が指定可能です。インターバルではテストの実施間隔を指定します。エージェンツではテストを実施するエンタープライズエージェントやクラウドエージェントを指定します。今回はカタリスト上で動作しているエンタープライズエージェントを指定します。 アドバンスドセッティングスでは細かな設定が可能になります。この中で重要なパラメータはトランスミッションレートになります。こちらは1回のテストにおけるパケットの送信量を PPS、パケットパーセカンドで指定します。デフォルトですと1秒間に100回 パケットを送信する設定になっていますので、テスト対象のサーバーに迷惑をかけないように、値を10に変更します。設定が完了しましたら、Create New Test をクリックします。テスト結果は、Cloud ンター Enterprise Agents Views から確認可能です。現在、 時系列でのパケットロス率の変化が表示されています。メトリックから表示するデータを遅延や実多に切り替えることが可能です。エージェントから目的のサーバーまでの通信経路はパスビジュアライゼーションから確認可能です。マウスカーソルをリンクに合わせますとリンクでの遅延などが 確認可能ですまたマウスカーソルをノードに合わせますとノードつまりルーターの IP アドレスやルーターが所属しているネットワークが確認可能です。こちらの白い丸はトレースルートに対して応答せず IP アドレスが識別できなかったノードになります。 白い丸の中に数字が書かれている箇所はトレースルートに対して応答しなかったノードが複数存在していることを示しています。4の場合は4台のノード、7の場合は7台のノードが存在していることを示しています。また、マウスカーソルをテスト対象のサーバーに合わせますと、 テスト対象のサーバーが AWS の東京リージョンに存在していることが確認できます。では、二つ目のテストを作成します。このテストでは、レイヤーに DNS、テストタイプに DNS サーバーを指定します。ドメインには名前解決を実施する FQDN を 指定します。DNS サーバーには問い合わせ先の DNS サーバーの IP アドレスを指定します。テストを実施するエージェントには今回もカタリスト上で動作している Enterprise エ,エージェントを指定します。DNS の名前解決のテストに加えて DNS サーバーに対して ネットワークレイヤーのエージェント to サーバーテストを実施し、遅延や通信経路などを可視化するには、アドバンスセッティングスのデータコレクションのパフォームネットワークメジャーマンツを有効化する必要があります。では、テストの設定が完了しましたので、クリエイトニューテストをクリックします。 DNS レイヤーの DNS サーバーテストでは DNS サーバーが生きているかどうかの可用性名前解決に対する DNS サーバーの応答時間が確認可能です DNS サーバーに対して実施したネットワークレイヤーのエージェント t 2サーバーテストの結果はネットワークから 確認可能です。ネットワークのオーバービューでは、パケットロスや遅延などが確認可能です。ネットワークのパスビジュアライゼーションでは、エージェントから DNS サーバーまでの通信経路が確認可能です。では、三つ目のテストを作成します。 このテストでは、レイヤーに Web、テストタイプに HTTP サーバーを指定します。URL にはテスト対象の Web サーバーの URL を指定します。テストを実施するエージェントには、今回もカタリスト上で動作しているエンタープライズエージェントを指定します。 また、先ほどの DNS サーバーへのテストと同様に、今回も Web サーバーへの遅延や通信経路を可視化したいので、パフォームネットワークメジャーマンツを有効化します。では、テストの設定が完了しましたので、Create New Test をクリックします。メトリックが アベイラビラティの場合、Web サーバーが生きているかどうかの可用性が確認可能です。左側のステータスバイフェーズでは、Web サーバーへのアクセスを試みて、実際にデータを受け取るまでのどの工程で失敗しているかが確認可能です。DNS の緑は Web サーバーの FQDN の名前解決が成功した割合。c o n n e c t の緑は TCP の 3-way ハンドシェイクが成功した割合。SSL の緑は SSL のハンドシェイクが成功した割合。Send の緑はエージェントから Web サーバーへの HTTP リクエストの送信が成功した割合。レシーブの緑はエージェントが Web サーバーからの HTTP レスポンスの受信に成功した割合。HTTP の緑はエージェントが受信した HTTP レスポンスのステータスコードが想定通りであった割合を示します。地図上の 緑色の丸はテストを実施しているエージェントを示しています。エージェントをクリックするとエージェントが受信した HTTP レスポンスのステータスコードが確認可能です。ステータスコードの右横のディテール図をクリックすると Web サーバーが使用している デジタル証明書の情報が確認可能です。リクエストヘッダーズからはテストの際にエージェントが送信した HTTP リクエストの内容が確認可能です。エンタープライズエージェントやクラウドエージェントが送信する HTTP リクエストにはこのパケットが 1000i のテスト用のパケットであることを示すために値がイエスの X1000i's エージェントヘッダーが格納されます。レスポンスヘッダーズからはエージェントが受信した h t t p レスポンスの中身が確認可能です。メトリックにレスポンスタイムを指定しますと ウェブサーバーの応答時間が確認可能です。左の円グラフからは DNS による名前解決や SSL のハンドシェイクなどにどの程度時間がかかったかが確認可能です。DNS レイヤーのテストと同様にネットワークレイヤーのエージェン to サーバーテストの結果はネットワークから確認可能です。 ネットワークのオーバービューではパケットロスや遅延などが確認可能です。ネットワークのパスビジュアライゼーションではエージェントからウェブサーバーまでの通信経路が確認可能です。最後、まとめになります。エンタープライズエージェントとクラウドエージェントでは大きく分けて ルーティング、ネットワーク、DNS、Web、ボイスの5種類のレイヤーのテストが実施可能です。テストによって測定可能な情報が変わってきますので、お客様の環境ごとに最適なテストを選択するようお願いします。